どうも、アイチです今回はホワイトボードを使った授業スタイルにすぐ画面切り替わります。そっちがメインなんですけれども、そっちに行く前に少しこの画角で話をさせてください。今回タイトルとかサムネイルにもあるようにテスト勉強で、テスト勉強ね、頑張ったのにテストで結果が出なかったっていう一番しんどい経験をした方向けに話をしていきます。 私これでも元塾講師でですね、小部屋指導塾でやってたので、結構塾に入ってきた時にその経験をして、心がしんどい状態の子たちに指導をして、それを打開するっていうのをやってきました。だから、この後に話をすることをやっていただければ、多くの方が結果が出ると思ってます。それは自信があります。ただですね、なんでこの画角で話をしてるかっていうと、結構きついことも言います。 はいこれはあと甘やかすとこではないと思っていて多分優しい言葉もかけるべきだと思うんですよしんどい時なのでですけどそれだけじゃ結果が出ないんですだからきついこともある程度言いますのでここで何でこの画角で話をしたかっていうとこのあ見見と測って欲しいんですあんまりこうなん結果が出ない状態ってやっぱりどうせ俺なんて無理だしって 私なんて頑張っても意味ないっしょって思い始めてるはずなんです。心のどっかにそんな自分がいるはずです。で、それが大きい状態でこの後を見ても、もういいや、やっぱりもう無理だし、ここまで頑張らないよって思わせちゃう可能性があります。だから、みんなの自分とね、向き合って、辛いね、辛い気持ちを抱えてるでしょうけど、それでも、次こそは結果を出すんだって、その心持ち、気持ちが持てる状態になったら、この後続き見てください。 ね、あのー、今、ちょっと無理だなって、きつそうだなと思う場合、ここでもう動画止めてもらって、いつかね、余裕ができた時に帰ってきてもらえれば構いませんので、そんな感じで、この後もご視聴いただければと思います。で、あと、今、保護者の方からね、この相談すごくいただいてますので、もし保護者の方もね、この動画、あの、普段ね、私のこと知っていただいて、ちょっと見てみようかなと思っていただけるのであれば、ぜひ、お子さんと一緒に見てください。あの、保護者の方のサポートがある方が、より早く、 打開することができますのでその点もよろしくお願いしますそれでは画面切り替えていきましょうこ,この後もねぜひよろしくお願いしますそれでは引き続きよろしくお願いしますで、メインはこっちの話なんですがその前にちょっとこの子の話をさせてくださいで、ここはみんなに考えてもらう時間があります 悲しんでますね。はい。私の、絵心ないんで、ちょっと、棒人間しか描けるんで、ごめんなさい。悲しんでる方がいますと。で、この子みんなの友達だと思ってください。で、卓球部です。卓球大好きなんです、この子。だけど、なかなか試合で勝てなくて、また卓球の試合で負けてしまったと。で、やっぱりな、負けが続くとね、こう、なかなかやっぱりこう、心が折れるじゃないですか。だから、もう才能ないみたいだし、諦めようかなって最近みんなに相談をしてきたとします。さあ、ここで質問なんですが、皆さん、この子になんて、 声をかけますかもしくは、なんてアドバイスをしますかって考えてほしい。ちょっとよかったら動画止めて考えてほしいんだ、これ。多分多くの方が止めないかもしんないけど <laughs>。で、なんで考えてほしいかっていうと、ここの答えがこっちにつながるんですよ。つながっていく。例えば、これね、みんなと仲良かったらさ、どんだけ努力してるかを知ってるから、あのそ、あんだけね、努力してるんだから、今回は結果が出なかったけど、絶対結果出るよ。 大丈夫だよみたいな励まし方もありますよね。で、これはもちろん相手によっては、そのあ、ありがとうって心が晴れるかもしれないんですけど、私がこの人だったらちょっと晴れないですね、これ。まあ、俺がひねくれてるからっていうのもあると思うんですけど、いや、練習してきたけどダメだったんじゃん。大丈夫じゃなかったんだもんって思っちゃう。だから、まあ、ちょっと俺としては三角になるね、これは。じゃあ、どういうふうに声をかけるかっていうと、私はね、 相手はどんなタイプだっったのって聞きます。つまり対戦相手です。ね。お前が負けた相手はどんな戦術しとったのみたいな話を聞くわけですよ。で、例えばょ、卓球そんな詳しく、詳しいわけじゃないんでごめんなさいね。ちょっと変なこと言うかもしれないですけど、例えばじゃあ相手が卓球にカットマンっていう、まあ、戦術があるんですよ。どっちかというと防御型で、えっと、相手のミスを誘うような戦い方なんですが、 この子が、そこまですごい練習をしてきたんだけど、カットマンの対策をあんまりしてなかったとします。どっちかというとね。そうしたらさ、その努力が、ここの相性と悪いですよね。どっちかっていうと。だから、努力が結果として出にくい状況じゃないですか。で、じゃあそれもちろんね、そうで、それを悲しむだけで済むのも、済んじゃう、あと済ませることもできるけども、このカットマンが苦手ってことが分かったから、じゃあ次に、生かすことができるわけですよ。 だってカットマン苦手ってことが分かったのがそこ対策打てるじゃないですか。次にカットマン出会った時に同じだったら何やっとったんってなるけど、ここで課題が分かったんだから次につながるよねっていう話なんですね。こういう会話をしていきます。で、これは別に想像の話じゃなくて、これ実際塾講師の時にあった話なんです。うちの生徒の話なんでね。俺と生徒のやりとりもこう。そういう話もしてたからさ。で、なんでこんな話をしたかっていうと、こっちも一緒だぞっていうところ。 今回、まあ、いろんな話をこれからしていくんですけど、実はこの2行です。一番言いたいの。えっと、塾やってた時に、入塾して、小部指導塾ね、入塾してくる方って、やっぱり最近のテストが、すごい努力をしたのに、結果が出なかった方、もしくは成績が下がっちゃった。今までで一番努力したのに得点下がったんですけど、みたいな。まあ、心がめちゃめちゃ折れかかってる人が入ってくることってすごく多かったんですよね。で、 結果が出ないと、あることを忘れがちになります。これはすごく感じてたことで、ちょっと青にしようか。これ何かっていうと、定期テスト。まあもちろん受験もそうなんだけど、定期テストはより感じやすくて、中間とか期末ってさ、みんな相手いるぜ。相手がいるんだよ。 今回なんでこれ卓球で例えたかっていうとさ、まあ、ダブルスじゃなければ卓球って相手がいる1対1のバトルじゃないですか。自分がいて相手がいるわけでしょこうやって。これが例えば陸上の走り幅跳びとか高跳びみたいな。自分の記録で戦っていくやつとはちょっと違うんですよ。そうじゃない。で、そっち寄りに考えちゃう。どっちかと。結果が出ないとみんな。 つまり自分が努力して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 。前回1日1時間で足んなかったから今回3時間にしていこうみたいな。もう自分の努力だけでなんとか得点を伸ばしていくみたいな感じになっちゃう。そうじゃないんだよ。相手がいるんだって。だってテストを作るの先生だぜ。先生って相手がいるんだよっていうことをひとまずちょっと頭の片隅にちゃんと置いて。 いや、分かってるよって思ってるかもしんないけど、人って結果が出なかったりうまくいかないと、どんどん視野がこう狭くなっていきます。忘れるから、そのこと。自分ががば、頑張ればいいとか、自分のただただ努力が足らなかったとかっていう。それ、もちろんそれかも、それもね、打開策、打開する方法にはなるんだけど、遠回りしちゃう。それだとね。だからこれをまず念頭に置いてください。相手がいるんだっていうこと。じゃあ相手がいるから、これをしなきゃいけないよって話になります。自分の中で。 これはみんなのあるじゃあテストの答案用紙だと思ってください。丸バツ丸バツと繋がってます。じゃあ、得点何点にしよっかな。じゃあ、58点にしましょうか。58点ね。で、それで、まあ、この58点がさ、前回30点の方だったら、やっしゃい、頑張ったになるだろうし、前回70点だったらやっちまったってなるわけですけども、でも、やっぱり一気一遊しちゃうじゃん。得点で。定期テストももしもそうですけど、これも親御さんもそうだと思います。まあ、実際、あの、教師側もそうだからさ、一気一遊してしまうんですけど、 一気一憂で終わったら次は何も生かせないですよね。いいですか次に生かすために戦ってんだから。毎回。次に生かさなきゃ無理だとはもったいないよ。だそれは例えば間違いのやり直しをするとかそこも繋がっていくんだけど、ちょっとそれはまた置いときます。で、まず何をするかっていうと、まあこれが一番だ大事なんですけど、えー、分析です。分析をする。はい。これが全てです。 皆さんこうやって58点出てきたときに、ああ、間違った、これ正解だったとかって、見ます一問一問。問題用紙。まあ大体回答と問題ってまあ、と別になってるパターンが多いじゃん。中学のテストとかだと。まあ同じになってるのもあるだろうけど、その時に一問一問チェックする。ああ、この問題正解だったんだ。この問題間違っちゃったのかよ。みたいな。これ意外としないですよね。それだけでもしない方が多い。で、それが分析じゃないんですよ。それはただ見てるだけだから。もっと先です。何するかっていうと、これ、 間違ったやつさこの問題どこにあったんって話よねこれも。どこにあったんもそうだし何をしてたらよかったのってつまり何で勉強していたらこの問題が解けたはずなんだいっていう話なのよ。だってさっきも言ったけど先生が作ってんの。先生って基本的には教科書。 え学校してのワーク。でまあ、先生が作ってきたプリント。これがメインです。で、もちろんそれが全てじゃないよ。それだと、あの、みんな高得点、平均点上がりすぎちゃうから、そこに、おい、どこの模試の問題持ってきたみたいなね、難問持ってきますけど、まあ、それちょっと置いといていいわ。ひとまずね。だから、自分が間違った問題が、どこを勉強してたらよかったんだろうっていう分析をしなきゃ。で、その分析をすると何がわかるかっていうと、自分の、 足らなかったものがわかります。たとえば間違った問題がワークにいっぱいあったとしたらワークの勉強が足んなかったんでしょう。ただそれだけじゃん。だから基本的に学校の先生で1年間テストを作る方って変わらないことがいい。まあこれルーティンでね順番のこともあるけれども。だからこの先生はこうワークからこういう問題をいっぱい出してくるんだって。じゃあ次はワークの勉強回数もうちょっと増やしてみようみたいな作戦が立てられるわけです。 なのでそこを分析していくただですね分析って難しいんですよ難しいどこにあるかわからんって何をしてたらよかったのわからんよってやっぱ思っちゃうあとは間違った問題が多くなるとね面倒くさくなっちゃうじゃないですかだから頼るんだよ友達とか先生を聞いたらいいんだってその問題その科目が得意な方友達とかここが正解だった人に 仲いい人がいたら、これさ、どこやってたらよかったのって、どこが乗ってたこの、まあ、全く同じ問題じゃないよ。似た問題ね。こういったんです、問題ってどこにあったのって聞いたらいいの。で、頼る人がいなかったら先生でもいいよね。で、今回なんで保護者の方にえっと、一緒に見てほしかったかっていうと、ここは、えー、親御さんも、ぜひ力を貸してあげてほしいところです。 実際、実行講師やってるときにこれ全く同じお願いをしてました。保護者の方ね。全ての方じゃないんですよ。そういった話が伝わる方にしかしなかったですけど、これ、保護者の方が、例えば自分が当時勉強苦手、数学苦手だったから無理って方もいると思うんです。ですけど、今は私の授業動画もあるので、そこで勉強することもできるし、当時何名かの親御さんは学校のワークを子供からちょっと貸してもらって、自分で勉強してました。教えられるようにって。そう。まあ、教えられるようにとか、自分がわかるようにですね。 そうすると、間違った問題がこの辺であったよ、みたいな話が子供とこうやって会話をすることによって、あるご家庭はですね、すごくこ親子関係が良好になりました。もともとめちゃくちゃ反抗期だったんですけど、この子。良くなったりとか。まあそれはね、一例にはなので絶対になるってわけじゃないんですが、ぜひこれ、保護者の方も、なんでこんな得点取ったのだけじゃなくって、何が足らなかったのかなって、次につながる、次に活かす話を一緒にしてほしいんです。これを。ここを。 で、これが一番できる、一番伝わるのは親御さんです。保護者の方の言葉が、やっぱり子供には刺さりやすいので、なので、あの、強制ではないんですが、ちょっとやってみようかなと、もしね、思っていただけた方は、ぜひ、やってあげてください。で、最後、分析をしました。頼ってね、この友達を頼って分析をしたと。で、何を決めるって。じゃあ、今ね、今決めるんよ、これ。何決めるかっていうと、これは最後。えー、次の作戦です。 分析しても、あ,あ、そっか、これ足らなかったんだ。だけで終わらせない。次のテストの時には、これをもっとやる。さっきに言うんだったら、ワークが足らなかったら、ワークをもうちょっとやってみようとか、あとは、そう、ワークが足らなかったって思うんだったら、普段からワークをやっておくとかね。 次のテスト、今これ3月に撮ってるので、もう次、新しい学年の一発目のテストになっちゃうんですよ。ちなみに、新しい学年の一発目のテストは結果が出にくいです。先言っときよ。出にくいぞ。なぜかっていうと、先生変わっちゃうから。ね、相手を知れないから。から難しくはなっちゃうんだけど、でもこの発想は持っててほしい。いいで、春休みも入るので、例えばワークが足らなかった、教科書のね、勉強が足らなかったって、やったものなのに溶け,溶けてなかったら回数が足んないんだよ。反復回数がね。自分が、 そう、ワークでは解けしたけど、ワークってヒントがあるから。だって似た問題に並んでんだもん。でもそれは学校の実際のテストはさ、いろんな問題の中からミックスで出てくるから、ミックスで出されても突然振られても、そう、これはこうやるんだよねって自分で気づけるぐらいの回数が足んなかっただけだから。そういう課題がね、自分で分析をして課題が見えて、次の作戦が決まった、もっと反復が必要だったみたいな思うんだったら、今からやるんだよ。今から。 テスト勉強の機会になったから始めるんじゃない今からできることはいっぱいあるからね。なので、まあ、こんな感じでやってみてください。で、最後に一つ伝えさせてください。あの、冒頭でもちょっと話しましたけど、やっぱりこう、努力したものが結果に出ないときって一番しんどいんですよ。もうどうせって気持ちがいっぱい出てくる。でも、断言させてほしい。 勉強に関しては、やり方ね、絶対結果出るわけじゃないです。これをやっても、次のテスト一歩せ出ることはない。だって、あ、噛み合わないこともあるんだもん。やってみてもまだ課題がね、分析が足らなかった、対策が足らなかったってことは起きるんだけども、でも、絶対に上がるから。上がらない生徒なんていないもん。いなかったし。はい。だから断言する。だから、可能性を諦めるな。自分自身のどうせと戦って、どうせって思っちゃうけど、今回は上がらなかっただけだから。次回の未来の自分は変わってる。違うって。 今回と同じじゃねえって。そういう思って、一番自分の思い、自分を信じることで自分を負けない。誰にも負けない。ね。一番その気持ちを持って、このね、春春というか、戦って新学年で、よっしゃやったぜっていう気持ちを持ってやってみてください。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたが、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、参考にしてみんなの勉強に活かしてみてください。では、来週月曜日、また動画撮っていきますので、よかったらそちらを見ていただけたらと思います。今週一週間も頑張っていきましょう。それじゃあ、またね Bye-bye.